お任せあれ。グールビューティー早見さんペットショップにて。あとこれ、エアギター三村夜の校舎より。いたのか後ろに。まだまだありますよ。姫系の服を試着だけするプリンセス片岡、ゴキブリが飛び出た瞬間の乙女村松、夜中の校庭を裸で駆け回るネイキッド岡島。おいちょっと待て、ひょっとしてその中には俺のすげえヤバい写真が入ってんじゃねえのか。それ以上のがあんのか。自分の探せ、回収して処分するんだ。おやおや、編集作業に熱がこもってきましたね。こんなとこまで撮られてたとは。さあ次は学校行事の写真選びです。ねえねえ、これらなんていかがですかね、皆さん。本当に二度とない特殊な一年を過ごしたんだな。しかし取りためた量じゃ全然足りない。目標は1万ページの卒アルなのに。俺らがどんどん破ってるしな。甲子園でも3000ページねえぞ。外に出なさい。衣装を変えて写真の幅を増やしましょう。いいですよ、いいですね。ナイスですね。どんどん着替えて撮りましょう。